どうも、シャルルでーす。サスパス。サスパクサズグマの精神史跡に関して語るやつ。丸12ですね。早いもんで、やっていきたいと思います。もうダメだろう。自分の推しの金名で噛んだら、もう。はい。てことで、今日は12月27の水曜日ですね。はい。まあ、この動画は主に選手の遺跡出てく、入ってくっていうやつだったり、更新だったりに関して、まあ、一言だったり、なんかいろいろ喋ってるっていう企画になっております。企画っていうか動画になっております。はい。まあ、今回は加入選手が2人っていうことで、まあ、よろしくお願いしますって感じです。はい。まず1人目、カタール富山から、大畑龍也選手ですね。龍也だよね。はい。うん。群馬県の吾妻出身で地元の選手ですね。はい。で、180センチのセンターバックっていうところで、うん。まあ、空中戦の強さだったり、まあ、スピードとかっていうのも、なんか、いろいろ富山のサポーターさんからね、いろいろ X で見たりしてたんですけど、まあ、センターバックと、まあ、右サイドバックもやってたってことで、で、右引きながらもなんか左足も器用とかっていうんで、まあ、そんな選手いていいのかって感じだけど、足も速くて、右足、利き足右だけで左も器用に使えて、センターバックも、サイドバックもできる、そんな器用な選手いていいのかって思いながらも、まあ、期待はしたい選手かなと思います。申し訳ないんですけど、あれ、名前は存じ上げてなかったんですけど、まあ、J3 でもなんかいろんな人が、結構上位に、まあ、ベスト11の候補でもあったような感じの、センターバックだったらしいですね。はい。まあ、群馬県出身ってことでかなり気合が入ってるんじゃないかなっていうのコメントを見ても伺います。はい。とてもいい感じの人がね、出ています。はい。まあ、実際やってみないとわかんないですけど。はい。富山ではまあ36試合、まあ34が先発で途中出場2試合。で、ゴールが1でアシストが2でした。はい。まあ、セットプレーとしても期待はしたいところなんですけど、ちょっとまあセンターバックとしては180っていうのが、ちょっと物足りないかなって思うぐらいですかね。はい。うん。まあ、それなりに対人戦とかも強かったりっていうのも聞いたりするので、まあ、センターバックとしては十分な働きできるのかなって感じです。はい。まあ、城は酒井がまだ不透明な中で、で、まあ、どう出るかわかんないですけど、まあ、レギュラー候補、まあ、争いには加わる選手であるのかなっていうのは間違いないと思います。はい。うん。まあ、その辺はちょっと、まあ、畑尾川上が抜けたんで、まだ多分もう一人くらい来るんじゃないかな。中野くんがいるにせよ、もう、まだ中野くんが大卒って考えるともう一人くらい欲しいかなって気がします。はい。まあ、右サイドバック、左サイドバックをやってるような後はなかったんで、うん、やってたらごめんなさい、はい。で、右サイドバックだったんで、右サイドバックだとかなり後継センス求められるので、うん。まあ、その辺に関してはあんまり使えないのかなって感じがします、はい。後継センスが高いっていうのはね、あんま、まあ、足元はそんな、下手でないって言うとあれだな。まあ、そんな悪くないとは、なんか見ましたけど、まあ、攻撃センスがかなり求められる上級運動の8時とかでもザスパであるので、まあ、センターバックが主に使い方の中心になるかなって感じです。はい。まあ、そんな感じかな。うん。まあ、センターバックとして、まあ、ちょっと上辺が本当に低いぐらいで結構いい評価、まあ、あんまり悪い評価を聞かない選手ではあるので、見た感じだとね、うん。まあ、かなり期待寄せていい選手なんじゃないかなと思います。はい。24シーズンもよろしくお願いします。富山サポーターさん見てたら、まあ、タグ貼るんで、タグ貼るんで、もしよかったら、なんか、こんなところがいいよとか、ちょっと心配だよってところだったら、もしよかったら教えてください。はい。てことで、二人目。はい。エイナガ・タカトラ選手。はい。すげえ家長に写真見て。家長とか思ったけど、まあ、そんなことはなかったね。はい。エイナガ・タカトラ選手ですね。はい。今季は水戸に、あ、じゃない、保有権が、保有権でいいの保有権でいいの、まあ、川崎が、も、一応、所属って中で、今年6月から、水戸に、育成型期限付き移籍してたっていうところですね。はい。まあ、まだ20歳の選手で、まあ、今季から雑誌に育成型期限付き移籍って感じですね。はい。で、水戸では、まあ、川崎で最初先発1試合だったんですけど、まあ、水戸6月から出て、先発外の、途中出場が12ってところで、まあ、右サイドハーフの選手で、ゴール、アシスト1、ともに1ずつって感じですね。はい。まあ、プレイスタイルなんなり自分で紹介しますけど、まあ、ドリブルテクニックっていうところありますね。はい。まあ、キレのあるドリブルやとベースにある技術を活かしながら相手の脅威となる。うん。っていうところで、まあ、右サイドハーフらしいんで、佐藤とポジションが被るので、そこがどうなるかなって感じはありますけど、うん。左ならなんかすげえいい、ザスパにはすげえハマりそうな、まあ、全然出番もありそうなところでありますけど、うん。まあ、
サイドに関しては本当にね、いろんなキャラがいて損はないと思うので、まあ期待の選手ですね、はい。で、アンダー20の代表で、世界と戦ってたりっていうところの経歴もあるので、まあそこはどうなることやらって感じですけど、まあおかずとやってたと思うので、まあそこは、おかずが残るならホットラインとか、なんかいい味出したらなと思います、はい。で、ちょっとプレイを、なんか川崎の、人がご丁寧になんかいろいろ X 上げてたのをちょっと見たんですけど、まあテクニシャンという言葉が合ってんじゃないですか。ドリブラーよりかは山中とか、山中で言うと本当にドリブラーって感じはしますし、まあエドだと本当に柔軟性、まあアジリティを生かしたような感じでありますけど、本当にこの人はエイナガ選手、高虎選手なんて思うか。まあまあ本当にテクニシャンって感じで、まあ足元の技術、本当に細かいタッチのところは上手いような選手がいます、はい。まあ、佐藤が残る前提で考えると、そうなると、これで右でかなり敵をなんだ困惑させられるっていうことができるのであれば、まあ、佐藤がトップ下っていうか、まあ、トップ下、まあ、ツートップで降りてくる側の方を やれるなら、まあ、右に置けるいい選手なんじゃないかなと思います。はい。まあ、本当に、佐藤だと本当にパスの足元の技術が、本当に京太のパスが上手い選手でありますけど、まあ、その辺をうまく使い分けながら、まあ、いろんなキャラがいて損はないと思いますので、まあ、本当に歓迎しますね。はい。まあ、多分左サイドはやらせないんじゃないかな。山中がいるなら。杉本さんがどうなるかわかんないですけど、本当に。うん。まあ、左サイドでも輝きそうだけど、まあ、左利きだったよね。うん。左利きではあるので、多分右サイドの方が多少やりやすいんじゃないかなと思います。はい。まあ、身長が168っていうところで、まあ、サイドハーフとして、まあ、ドリブルとか、そういうの武器っていう意味なら別に全然問題ないかなって感じです。はい。まあ、そんな感じでかな。はい。まあ、またや、ザスパには今までいなかった、色とかキャラだったりするので、まあ、個人的には楽しみです。はい。いい選手を拾ってきたんじゃないかなと思います。川崎の選手、ってことで、はい。フロンターレの皆さん、もしよろしければ、はい。こんなところ、自己紹介、取説お願いします。はい。はい。まあ、この動画は冒頭でも言いましたように、まあ、ザスパー、草津群馬の、まあ、選手遺跡に関して、まあ、出てくる入ってくる、まあ、選手の契約の更新だったりっていうのを、言っているオフシーズンであります。はい。ってことで、まあ、またよかったらチャンネル登録、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい。今んとこ、加入とか更新で次対談っていうのが来てるので、多分明日は対談とか、なんかその辺の出てく方の遺跡が出てくるんじゃないかなって、個人的には思ってます。はい。明日は28日。皆さん、仕事納めのとか明日多いのかな？俺はもう終わりました。はい。終わりました。はい。はい。ってことで、皆さん、はい。まあ、暖かくして風邪ひかないようにお過ごしください。はい、お疲れ様でした。じゃあのー。